ね。絶対これってさ、うん、結局買いよったって言われる、うん、言われる。ちょっともうお姉ちゃんもすでに言ってきてるしな、うん、すかさず姉ちゃんが一番に反応してきた。覗きに来た。寝てたやん。ぐっすり寝てたのに来た。ダンボールの音には敏感だな。これは高価な、でも君のためのものだし。そうやね。僕はダンボールでいいよね。うん、ね。始まっとる。うん。なんだよね、ティーダ。丁寧に梱包してある。オレンジでかっこいいな、オレンジと白で箱が。なんだろうね、ティーダ。すぐに来た。すぐに来たよ。すごくチェックしている。すごくチェックしている。見向きもしない。それじゃないねんって、僕が興味があるのはこっちやねん。僕こっち、これこれこれ、それ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 。確実に的確に分かっているよね。ちょっと怒ってる。いくよ、うん、一眼レフカメラ。綺麗やね、白で。そうやろ、うん、かっこいい。白がいいね、これさ。うん、もしこのセンスがなくてさ、うん、売るときも白の方が高い。ああ、そうやるな。転売を視野に入れて、うん、使えませんでしたって。今あのうちの動画はさ、うん、音声がいまいちやね、うん、マイクとかこう暇なとき使ったりしてるけど、うん、今回はこれがついてる、ね、白なちょ、うちの動画は部屋がちょっと暗いね、うん。まあ箱はいいんじゃない。この箱が気に入ったって。もしくは、あ、リーダー、プチプチがあるよ。プチプチ、もう一個のプチプチ、うん、言ってる言ってる、それに言っている。これ何、それそれそれ言っている。それ言っている。知らん。まあそういうところは持ってった。持ってった。オレンジの箱持ってった。あ、これが絞り。説明書あそこ。うん。早速箱を。あの人が。うん。次々箱を持っていって。うん、ティーダさんは箱で遊んどいて。パパが髪を開けるたびにそっちにピコっていって。
めっちゃお座りして待ってるで。リーダーのおやつじゃなかった、パパのカメラだったね。残念。持ってきた。できた、かっこいいね。これスイッチ入れたけどさ、うん、電池がない。まあそうだろうな。まあそうだろうな。いいじゃん。いいカメラが来たね。君のためや、君のため。ついて回っている。パパの後ろをついて回ってる。美しい思い出を作るよ。充電しとかんというか、パパ、あれ加えている。ああ、あれを加えているよ。すかさず可愛い顔して、キョトンとした顔して、え、何かっていう感じでやっとおるよ。ティーナ君大事だよ、それ大事大事。一人じゃ無理だった、回収できなかった。それはめめって、はい、これこれも、え、おもちゃだと思ってるよね、ティーダ、僕のおもちゃ。あ、ほらほら、シャレにならないので、はい、回収してください。いや嬉しい、よかったね。あ、撮影に行こう、うん、もう仕事休むわ。違う違う、それは違う。それは違う。降り出そうよ、もう。もういいな。